皆さんこんにちは。エイブルトン認定トレーナーの小安です。今日はですね、エイブルトン初の iOS アプリノートを紹介したいと思います。このアプリは出先でも簡単に曲のアイデアをスケッチできるというコンセプトで、プリセットを多く内蔵していてループを作りためていくことに特化したアプリです。今日はこのノートの内蔵音源を使ったりサンプリングしたりしてループを作って、その後続きの作業ができるようにライブに移すところまでデモしていきたいと思います。それでは始めましょう。はい、ノートを起動するとセットと書かれた画面に移ります。一番上にはエイブルトンクラウド、なんか気になるワードがありますけど、これはちょっと後でご説明するとして、ここでノートで作ったファイルがいっぱい並んでいます。で、いちいち開いて聞くのはめんどくさいので、例えばここから直接プレビューすることができます。気が利いてますね。で、それで新しく、スケッチを始めるには右上の新規セットをタップします。はい、そうすると、ライブのセッションビューのような画面が出てきます。この縦軸ですね、縦軸、これがトラックで今3チャンネル分あります。で、各トラックにはこうアイコンがついてますね。で、真ん中にこうセッションビューでもおなじみ、あのクリップを置いておくスロット、これが並んでいて、トラックを追加するときには右のプラスボタン。そして画面下、今グレイアウトしてますけれども、アンドゥ、リドゥとか、あとサイドバー表示。これまあシーンの再生ですね。おっと、メトロノームになっちゃった。そして、ミキサー画面。それから再生停止と。はい。こんな感じになっています。それではまずビートを打ち込んでみたいと思います。アイコンタップすると、はい、一番上にはプリセット名が出ていて、その下にタブが4つあります。で、この一番左のタブは音をコントロールするタブ。はい、こんな感じですね。で、その右側のタブ、これはですね、各パッドのパラメータ、サンプルのパラメータを調整します。音量を変えたりとか、そういうことができますね。で、その右にあるパッドエフェクスはパッドにかかってるエフェクト、これリバーブかかってますね。で、一番右のタブ、キット FX はキット全体にかかっているエフェクトです。これサチュレーターですね、今。はい、ではプリセットちょっと変えたいので、名前のプリセット名のとこタップして、そうするとドラムのカテゴリー見ると、アコースティック、エレクトロニック、ハイブリッドとカテゴリー3つあります。で、今日はハイブリッドの中のフィクサネーション、フィクセーションキット、はい、これをロードします。はい、こんな感じのキットですね。それでは最初にメトロノームを鳴らしながら打ち込んでみたいと思います。BPM はまあ109ぐらいでいきましょうか。で、これから打ち込むわけですけども、ノートには録音ボタンというものがなくてですね。で、演奏してからキャプチャー、ライブ10にもある機能ですけど、こういう方法で、打ち込んでいきます。これよくできてるんですよね。それでは再生しながら打ち込んでいきましょう。はい、で、一番下のクリップを作成すると、これを押すと、はい、で、実際セッションビューを見てみるとクリップができていますね。で、ノートを修正するには今キックが一発抜けているので、真ん中のミディノートのところをタップします。で、もう適用と。はい、こんな感じですね。はい、で、もしですね、クオンタイズとかかけたかったらノートをバーッと選んで、ちょっと画面下の方からノートの編集修正するのはこことか、クオンタイズかけたければここ16分布でカチッとかけちゃいます。
はい、でベロシティもいじることができます。で、スネアちょっと早いなとかあったら、ノート移動します。こんな感じですね。はい、それでは次にですね、ハイハットを打ち込んでいきたいと思います。ハイハットを打ち込むときちょっとベロシティとかもいじりたいので、これですね、サイドバー表示して、左側のにサイドバーパッド、これ16パッドと1パッドってあります。これで1パッドだとベロシティをつけて打ち込むことができます。パッドの下の方だとベロシティ弱くて、上に行くとベロシティが上がっていくと。でさらにこの下にリピートというのがありまして、ここをですね、今オフになってますけど、例えば16とかこんな感じで打ち込むこともできます。それではメトロノームオフにして打ち込んでみましょう。こんな感じかな。でもうちょっと、最初良かったな。はい、でこれちょっと、受けの音消していきます。はい、でここ2本指でこんな感じでベロシティ調節できます。はい、普通の音楽アプリだとピアノロールとか直接指でこう動かしたりとかすることが多いんですけど、あれって結構指が細くないとですね、うまくいかないんですよね。なんか違うノート選んじゃったりとか、変なとこ動かしちゃったりとかするんで。なので、こうやってノートを選んで下でこう制御するという方法、これ結構操作しやすくて、僕はこっちの方がいいなと思います。よく考えられて作られていると思います。はい、で、ハイハットこれで打ち込みました。ちょっと聞いてみましょう。そしたら、もうちょっと低域なんか補強したいなと思いますので、リピートオフにして、はい、このスネア使わなそうなので、このサンプルを別のキックのサンプルにします。あ、いいですね。こんな感じですかね。はい、では次ベースの打ち込みに移っていきたいと思います。2番目のトラックですね。で今は、こんな感じのプリセットランダムで読み込まれてますけど、ちょっとこれを変えてみたいなと。で、今度はシンセプラック、シンセプラックの中からアトモプラックというプリセットを選びます。はい、で、このね、インストゥルメントビューっていうんですけど、ここのとこですね、今度シンセだとちょっと微妙に表示が変わっていまして、プリセット面の下にタブが3つあります。一番左のタブは、これはシンセのパラメータ、はい、で2番目がエフェクトで、3番目ももう1個のエフェクトという感じになっています。で、
真ん中には MIDI ノートが表示されて、その下には 5×5 のパッドがこう音階上に並んでいます。今はクロマチックでしたけど、今キーとスケールはですね D メジャーに設定しました。面白いとですね、それではちょっとこれ再生しながら打ち込んでみましょうか。こういう感じでですね、今8小節のループ打ち込みました。で、終わりの4小節だけ使いたいなと思いますので、そういう時はこの小節番号のとこ左に向かってスワイプってやると、いらない小節が消えていきます。で、ちょっと音も変えたいなと、サブ上げて、レゾナンスもちょっと上げ気味。で、こうやって今みたいに動かした後に下の適用というボタンを押すと、このように音の動きが、オートメーションが記録されます。感じでですね、結構サクサク打ち込めてしまいますね。で、ちょっと音量バランスベースでかそうなのでちょい下げましょう、はい、次3つ目のトラックに移ります。で、今はこういうトラック、こういうサンプラーのプリセットが読み込まれているんですけど、今回はサンプリングしたいので、で、空のサンプラーをロードします。そうすると、ここでサンプルを読み込んだり、サンプルを録音することができます。サンプル録音する場合は、iPhone の内蔵マイクを使いますので、こう、録音ボタンを押して、アシェードとやります。で、録音ボタンを押して、アシェード。はい。で、こう、2本指でズームインアウトすると、再生範囲とか再生開始位置を調節できます。アシェード。足、まあこれもいいんですけどね。あの、今日はですね、僕がよく行くサウナの館内放送、これ iPhone のマイクで録音してきたのがあるので、このサンプルを使いたいと思います。サンプルを交換で、レコーディットのメロディックサンプラーで幕張温泉と、で、音量ちっちゃいから上げていきます、で、どこ使おうかなと。あ、いいですね。ピンポンパンポン使いましょうか。で、ちょっとですね、低域のノイズが多いのでハイパスフィルターにします。このぐらいでいきましょうかね。はい、それではですね、これを打ち込んでいきたいと思います。こんな感じで打ち込みました。またいらない小節カットして、やりすぎちゃった、やりすぎたらちょっとアンドで、これでしたら5小節目の頭にクオンタイズをかけて、はい、で、ここサクちょっと
微調節することもできます。ノート選んで下のノートの編集からノートの移動、これグリッドオフにすると微調節できる。これなかなかいい機能ですね。で次はエフェクトをかけていきます。エフェクトするのはコーラスアンサンブルでいきましょうかね。これもうちょい浅めにしまして、で FX2 でリバーブをかけます。リケでもちょっと短いかな。で音量のバランスを整えます。で、サンプルの開始してもちょっと近く。はい、こんな感じですかね。こんな感じでですね、一通りループが出来上がりました。 Ableton Note はアレンジメントビューとかミックスダウンに関する機能とかそういったものをあえて載せていないようです。というのはやっぱりそういうの入れちゃうと機能が増えすぎちゃって、ちょっとねスマホの画面じゃごちゃごちゃしすぎちゃって使いづらくなっちゃう、まあ、おそらくそういう考え方だと思うんですけれども、なので、スケッチしてその続きどうしたらいいのかっていうと、こうライブにクラウド経由もしくはエアドロップ経由で、持ってきて、そしてライブで続きの作業をすると、そういうワークフローになっています。で、続きの作業をするためには今作ったセット8、これちょっと名前変えましょうかね、MD 温泉とかにしましょうか。はい、でこれを Ableton クラウドにアップロードします。この AMT 温泉の右側にある3点リーダーをタップして Ableton クラウドにアップロード、そうすると今同期中と出ていますね。はい、そしたら今度 Ableton ライブの方に移ります。はい、ライブの方移りましたらですね、まずですね、一つ大事な注意点としてはですね、Ableton クラウドが使えるのはライブの最新版 11.2.5 以降になりますので、忘れずにアップデートをかけていってください。次は環境設定に移りまして、ライブラリーのタブのとこですね、ここにクラウドを表示とありますので、このスイッチをオンにします。そうするとブラウザの左側に、はい、クラウド出てきましたね。クラウド出てきたんですけど、ちょっとグレイアウトしてます。これ選択ポチッとやると、ableton.com にサインインして、Ableton クラウドを有効にしますとありますので、サインイン。はい、これでクラウドとの同期が始まります。これね、結構時間かかるんですよ。なので、多分まだね、出たばっかりであんまりこなれてないのかな。多分そのうち早くなると思います。画面の右下の方を見ると、クラウドアップデート、AMT 温泉をダウンロード中と出ています。クラウド使わないよって場合はですね、セットの右側の3点リーダーから共有する。これを押しまして、自分のコンピューターにファイルを送ります。はい、これでですね、今クラウドのとこ見てみると、一番上に AMT 温泉出てきましたね。はい、これで AMT 温泉を開きます。ちょっとどんな感じか見てみましょう。さっきとね、同じ音ですね。でキットもちゃんと読み込まれてます、ドラムキットとか。すいません、もうちょっと広げようか。はい、でサチュレーターとかもデバイスも読み込まれています。でウェーブテーブル、これちゃんとオートメーション書かれてますね。
はい、フィルターの動きもこうやって書かれています。でサンプラーもサンプルと一緒に読み込まれ、コーラスとかリバーブも入っています。まあこの iPhone の中でね、こんなウェーブテーブルとかオーディオエフェクトが動いてるのがなかなかすごいと思うんですけれども、まあ、こうやってやって、作りためた曲をライブに持ってきて、同期することができます。はい、ここまでノートを一通り使ってきました。そこでですね、僕が持った感想としては、レオナルド・ダ・ヴィンチの洗練さを突き詰めるとシンプルになるという言葉です。録音ボタンがなかったりとか、あとミキサーもすごい簡易的な作りになっていたりとかして、余計な機能はそぎ落とされている。だけどループを作るために必要な機能は一通り備えている、こういう印象を持ちました。でその結果ですね、シンプルなインターフェースになってとても使いやすいアプリだと思います。またですね、こうMIDIシーケンサー、音源、エフェクター、これを組み合わせてループを作っていくというスタイルが、なんかグルーブマシンみたいな感じしたんですよね。で現時点ではMIDI同期とかの機能はまだないんですけれども、そういうところが充実していくように進化すると面白くなるかなと個人的には思います。以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。